番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラクライミング相田翔です。相田翔選手、1996年山梨県生まれの26歳。先天性の目の病気で視覚に障害を抱えています。10歳の時からクライミングを始め、2011年から本格的に競技としてパラクライミングに取り組みました。現在は視覚障害クラスで最も障害が重い男子 B1 クラスで出場し、去年9月ロシアで行われた世界選手権では大会通算5個目の金メダルを獲得。今年7月にスイスで行われたワールドカップでも今シーズン2度目の金メダルに輝き、このクラスでは世界トップの実力を誇っています。相田選手の現在の視力は？病気自体は先天性のもので弱視だったんですけど、14歳で右目で、17歳で左目がガクガクンとそれぞれ見えなくなって、今は光、明るいとか暗いだとかが分かる程度ですね。先天性のレーベル国内症です。診断は2歳ですね。病気自体はそもそも進行性のものではないんですけど、たまたま自分の場合は進行したっていうケースですね。クライミングを始めたきっかけは？10歳の時に初めて体験しました。母が視覚障害向けのクライミングスクールについての新聞記事を見かけたことがきっかけで、でそのスクールに家族で参加したのが10歳の頃です。その頃の視力はもう少し今より見えていて、で大きい文字だったら教科書だとかが読めたり、あとは、自転車が乗れたりくらいの視力ではありました。最初に登った壁は？初めて登ったのは10メートルくらいの壁ですね。人工壁です。初めて登った時は今までやったことないようなこと、高さであるとか壁に張り付いて上に上がるっていうことなので、それなりに怖さだとかありました。練習はまずどこで行ったんでしょうか？始めた当初の練習先は実家から比較的近い相模原だとか八王子近辺のクライミングジムで練習してました。当時の指導者は？始めた当初スクールに通っている際にメインでインストラクターをされていた方は、その後2012年、2014年、2016年と世界選手権でナビゲーターを務めていただいた方がインストラクターをやっていました。初めて大会に出場したのは中学3年生の時でした。最初の公式戦は2011年の長野での日本選手権でした。成績は4位だったんですけど、その当時の実力としては出し切れたものだったと記憶してます。パラクライミングと一般のスポーツクライミングとの違いは？パラクライミングの競技は一般のスポーツクライミング競技でいうとリード競技に準じたルールで行われています。違いとしてはリード競技はその壁の途中のカラビナにロープをかけながら自分で視点を確保しながら登っていくんですけど、パラの競技についてはトップロープ形式になっていて、それを視点に命を確保されながら制限時間内でどこまで行けたかっていうところを競います。パラクライミングの視覚障害カテゴリーのクラス分けは障害が重い順に B1、B2、B3 となっています。私が B1 全盲カテゴリーなんですが、 B1 の選手については競技中はアイマスクを着用します。B2、B3 については強い弱視と弱視のカテゴリーになっていて、アイマスクは B2、B3 については競技中はしなくてもいいので、各々
こう残存の視力も使いながら同伴します。全盲クラスの場合、目が見えるサイトガイドが選手にルートなどを指示します。クライマーが登る時のホールドの位置だとか、そのホールドまでの距離感だとかっていうのを登攀中に声かけをしていただきます。で、あとは競技前にルートを確認する時間があるんですが、その時はクライマーと一緒にルートを確認しながら、手順だとか登り方だとかっていうのをクライマーとサイトガイド同士で相談します。登攀中の指示の仕方は、方向と大まかな距離を伝えていただいていて、方向については時計の針12時だとか11時だとかっていう風に伝えていただいてます。距離は細かければ10センチとか20センチだとかという場合もあるんですが、だいたいすごい近い、普通、遠い、すごく遠いくらいの5段階程度で大まかに指示していただいてます。ルートを事前に確認するそのオブザベーションの段階では、私と3月の日本選手権からこの6月と7月のワールドカップでのサイトガイドの田中さんとは、地上からのオブザベーションの時は二人羽織でもって大まかな距離感だとか方向だとかっていうのを確認してます。もらった指示を頭の中でどのように描いているんでしょうか。大体事前に方向だとか距離だとかっていうのを伝えていただいている段階で、自分の中で頭の中で地図を作るようにしていて、ルートの大まかな構成、その直通して右上して直通してだとか、そういった大まかな構成をまず覚えて、その後で気になるようなポイント、一番難しいセクションについてはもう少し細かく、起点のホールドから2時に行った後12時に行って10時に行くと、もう少しこう具体的に落とし込んで、体の動かし方も思い浮かべながら事前にイメージしてます。サイトガイドはどうやって探すんでしょうか。日本チームの場合は原則各選手につき各1人サイトガイドでペアで出るようにということになっていて、多くはクライミング仲間同士でお願いし合っていることが多くて、まあその時々都合の合う方、よく登ってる方っていうふうにその時々お願いしてますね。相田選手が初めて出場した国際大会は2012年パリで行われたパラクライミング世界選手権でした。当時は視覚障害の B2 カテゴリーから出場して、2012年は優勝ですね。全然分かっていない状態だったので、正直びっくりしました。パラクライミングの視覚障害クラスでは日本も強豪国の一つです。日本が視覚障害カテゴリーが強いのは、おそらくその視覚障害向けのクライミングスクールがあったことで、視覚障害者の中で、まあ、クライミングの認知度が高かったり、視覚障害者がクライミングする土壌があったことが強い選手が出てくる要因だったんじゃないかなと思います。他のカテゴリーについては少しずつ選手が出てきている状況です。2年おきに行われるパラクライミングの世界選手権、2012年に優勝した相田選手はその後も B2 カテゴリーで優勝し3連覇、しかし4連覇がかかった2018年大会は欠場しました。2018年は就活で国際大会は出ていなくて、で2019年から国際大会再び出るようになりましたね。2019年、相田選手は現在の勤務先である三井住友海上あいおい生命に入社しました。働き始めてからも競技が続けられるようにスポーツ選手での就職先を探してました。2019年から働き始めていて、
一定のデスクワークをしつつ、練習だとか競技会の参加についても業務として今は続けています。気持ち新たに2019年を迎えられたと思います。2019年にフランスブリアンソンでのパラクライミング世界選手権に出場しました。本来なら世界選手権は2年おきに開催しますが、2020年は東京オリンピック・パラリンピックが予定されていたため、前倒しで2019年の開催となりました。相田選手は復帰してすぐに優勝、ブランクを感じさせない強さを見せました。フランスブリアンソンは B2 カテゴリーで出場して、海外の選手の面々が少し見たことなくて、強い選手がたくさん出てくるようになってとても刺激的でした。ところが去年9月にモスクワで行われた世界選手権ではクラス分けの条件が変わり、相田選手は強い弱視の B2 クラスからより障害の重い全盲の B1 クラスに変更になりました。2021年からクラス分けが全員の選手が受けることになって、目の状態自体は変わってなかったんですけど、新しいクラス分けのルールだとかに沿って B1 に移動になりました。2021年9月の世界選手権から戦うクラスが強い弱視の B2 クラスから全盲の B1 クラスに変更になった相田選手、戦い方はどう変わったんでしょうか。まず持ち物が一つ増えたっていうことと、あとは今まではコールゾーンから壁に向かっていく時だとか、その会場の雰囲気だとかがなんとなく明るさとかスポットライトの感じだとかで分かっていたんですけど、 B1 に移動してからはコールゾーンからもうアイマスクをしているので、周りの状況雰囲気っていうのは音だけになってたので、少し勝手が違うなとは思いました。環境が B1 クラスに変わっても見事優勝した相田選手、世界選手権では5度目の優勝、意義ある金メダルでした。モスクワ大会は出番が一番最初で、そのオブザベーションもきっちりナビの方と落とし込みきれてない状況でもう自分の出番になったので、サイトガイドの方ともども半分パニックになりながら登っていたわけなんですけど、まあそれでも勢いで押し切って完登までこじつけて、それが成績にそのまま反映されたっていうのは自信にもなりましたし、それから決勝ルートはブラインドのカテゴリー B1 と B2 がルートを共有していたんですけど、完登者は自分しか出なかったので、そこはなかなか嬉しいとこでした。相田選手は今年の7月8日9日にスイスのビラールで行われたワールドカップ最終戦で今シーズン2個目の金メダルを獲得。今年から新たに相田選手のサイトガイドを務めているのが田中誠二さんです。誠二さんには12月から岩登りを教わっていて、それがきっかけでもあって3月の日本選手権からサイトガイドをお願いすることになりました。誠二さんはクライミングのインストラクターをされていて、2019年から視覚障害の選手のサイトガイドを、もともと別の選手のサイトガイドもされていた方です。コンペですとか岩場でのクライミングですとか、もっとこう自己完結的なクライミングをしたいなという気持ちがあって、私のホームジムの店長が誠二さんとインストラクター同期だったっていうつながりもあって、誠二さんに教わることになりました。田中さんのサイトガイドとしての長所は、コンペの場においてもなるべく自分の力で登れるように、トライ中の声かけっていうのはかなり他の選手よりは少ないです。ただそれができるのはオブザベーションをすごく入念にしていって、そのルートのキーになるようなことっていうのをすごくこう短い時間で簡潔に
伝えていただいているので、実際のトライではそれが実践できているんだと思います。去年の東京オリンピックからスポーツクライミングが正式競技になり、日本人メダリストが誕生。パラクライミングにとっても大きな追い風になりました。オリンピックメダリストとの交流は、これまでの世界選手権だとか6月のインスブルック大会なんかは、一般の競技も近い日程あるいは同時開催で行われてたので、そんな中で一般の選手もパラの競技に応援に来てくれる選手も多くいて、それは本当に嬉しかったです。普段アニメをよく見ているという相田選手、どんな作品を見るんでしょうか。モスクワから戻ってきた時は2週間自宅隔離だったので、前から好きだった無限のリバイアスをもう1回見たりだとか、進撃の巨人をまた頭から見返したりだとかっていうのをしてました。見るって言っても音だけです。まあストーリーは音だけでだいたいわかることが多いですし、セリフがなくてわからないところもよくあるんですけど、まあそれはそれですね。現在の練習拠点は、ホームジムは海老名のクライミングスペースレッジです。外の岩場は季節によるので、これからだと小川山、水垣山とかあっちの方面ですね。相田選手にクライマーとしてこれからの夢を伺いました。コツコツ経験を積み重ねてもっと強くなりたいなと思ってます。まあ、クライマーとしてもっと強くなりたいなと思うし、もしかするとそれが人間的な面にも反映されてくるかもしれないです。壁を登り切った時の気持ちは、まずは登り切ったら嬉しいですし、まあ登り切って嬉しいですけど、まあ大体そのまんまこう、でもあそこはこうした方が良かったんじゃないかだとか、ここはああやったから良かったんだなみたいな、自分の中で反省会は始まりますね。相田選手にとってパラクライミングの魅力とは、年齢性別だとか障害だとかそういうことを超えて楽しめることだと思います。というのもいろんなクライマーがいるわけですけど、登る岩だとかそのルートっていうのは同じなので、それはなかなかクライミング独自のことで面白く感じる要因なんじゃないかと思います。まずはその登る行為そのものがまず楽しいですし、登りきれてもそうでなくてもどうやったら上手くなるんだろうだとか強くなるんだろうだとか、どうしたら登れるんだろうっていうことをこう考えて実践してっていう、その繰り返しが一番面白いんじゃないかと思います。